お部屋に。どうもみしろぶです。今回のテーマはこちら、コーヒーのおしゃれな撮影テクニックということで、早速撮っていきましょう。ということで、今回シーソコーヒーさんにちょっとご協力をいただいて、おしゃれなコーヒーの入れ方を撮っていこうと思うんですけど、結構こうフロントのところで入れていただけるようなところの場合、こう斜めにズームさせて撮ってあげるとおしゃれに映るので、こんな感じで縦構図で撮っていこうと思います。一枚目はこんな感じで撮りまして、手前から3つ並んでるサーバーのところの2つ目のところにフォーカスを当てて、ちょうど氷を入れていただいてるところをパシャッと撮ってみました。こんな感じでこう斜めに奥行きがあるような雰囲気を見せて、バリスタさんがちょうどコーヒーを注いでるところを入れてあげると、さらにおしゃれな雰囲気の写真になりますので、この後ドリップされてるところも撮っていきたいと思います。ということで、さすがにこう入れてるところをわざわざ止めていただいて、カメラの設定とか説明するのはさすがに申し訳ないので、撮った後の写真をここで説明していこうと思います。いつもよりこんな感じになりまして、バリスタさんがちょうどアイスコーヒーを入れていただくドリップを注いでいるところをバシッと収めて撮ってみました。コーヒーを入れてるところっていうのは、コーヒーのサーバーがあってドリッパーがあってっていうところをバシッとフォーカスを合わせて撮ってみるだけで、かなりおしゃれな写真になります。で、続きましてこちら2枚目、こんな感じになりまして、ドリッパーさんのところのこの低いところからこうローアングルでドリップされてるところを収めてみました。ローアングルからちょっと広角に28ミリでこう煽って撮ることで、子供目線で撮るっていうような意識で撮ってみたんですけど、違和感こそが結構おしゃれの秘訣になってくるので、普段のアイレベル以外の角度から撮ってみると、どんな感じにするのかなっていうのを試していただければと思います。ということで、こちら3枚目がこんな感じになりまして、今回こちら愛知県の一宮駅の中のところに出店されてるところで今回撮ってみたので、イベントとしての雰囲気と、一宮でやっててなおかつイベント感のある情緒あふれる写真になりました。イベント性だったりとか希少性を上げるっていう意味で、看板とか広告を入れてあげるという雰囲気が伝わる写真になりますので、こういったのを入れていただけるといいと思います。ということで、最後5枚目だと思うんですけど、もう枚数がわからん。これが今回はちょうどアイスコーヒードリップし終わった後、コーヒーのサーバーからカップに移すところをバシッと押さえて撮ってみました。アイスコーヒーの場合、ドリップした温かいコーヒーをアイスを使って冷ますっていう役割があるので、その冷ました後コーヒー移してみるところ、爽快感が溢れるような写真を撮ろうと思った場合、背景ができるだけ白とか水色みたいなちょっと爽やかな色になっている場合、こういった明るい写真を仕上げた方がコーヒーの爽やかさを演出できるので、こんな感じで手元にフォーカスを当てて背景は明るくする、こんな感じで撮ってみるとおしゃれな写真になるかなと思います。ということで、最後5枚目か6枚目か分かりませんけども、こんな感じで撮ってみまして、こう自分で手元にこうやってやってこういう感じで収めてみました。どこのコーヒー屋さんかっていうのが一番伝わりやすい写真になります。第一人称自分視点でこうコーヒーを撮ってる持ってるような雰囲気の写真になるので、こういった写真結構インスタに上げていただくと、皆さんたくさんいいねもらえると思うので、ぜひ皆さんも試してみてください。この写真撮るときに結構注意したいのが、カメラをこう構えたときにフロントフォーカスで手前のこの辺とかに当たっちゃうって、コーヒーがブレブレになっちゃう、ちょっと1個手前失敗で見せるんですよ。こんな感じでフォーカスがしっかり当たってない写真になっちゃうので、フォーカスの位置を決めて、そこにコーヒーを持っていって、そこにポイントを合わせるっていうような感じで切っていただくと、こういったバシッとピントがあった写真になりますので、そこを皆さん注意してみてください。ということで、シースルーコーヒーさんのご協力をいただいて、おしゃれなコーヒー写真の撮り方をご説明することができました。ということで、これを飲んだら帰ろうと思います。ということで、
でシーソーコーヒーさんにご協力をいただいておしゃれなコーヒー写真撮ることができました。でシーソーコーヒーさんインスタもやられてますので、ぜひミスログとシーソーコーヒーさん両方ともインスタフォローぜひよろしくお願いします。でコーヒー好きの方ぜひぜひシーソーコーヒーさん行ってみてください。今回の動画は以上になります。ミスログのインスタ、ツイッター、YouTube のチャンネル登録フォローよろしくお願いします。ぜひコメント高評価もお待ちしますのでよろしくお願いします。ということで帰ろうと思います。また次の動画でもお会いしましょう。ミスログでした。バイバーイ。